こんにちは、しんこです。僧侶がグッときた言葉、今回ご紹介するのは寿司ボーイズで気にしない。悩みの種にばかり水やりする、僕らは気になることを気にしてる。はい、この企画、前回第100回のクレバさんの最終回という曲で、まあ、一区切りというふうにしたんですけど、まあ、完全に終わりということではなくて、本当にこうグッとくる言葉があったという曲と出会った時には、まあ、その都度更新していこうかなと思っていたんですけれども、早速ちょっと出会ってしまって、今回ご紹介するのは、寿司ボーイズさん。以前、死んだら骨っていう曲をご紹介しているんですが、埼玉県出身で、ファームハウスさんとサンテナさん2人の MC で活動しているグループです。寿司ボーイズさんの曲の特徴っていうと、一見すごくふざけているように見えたり、おちゃらけているようなね、ある種ギャグラップに分類されてしまうのかなっていうような内容なんだけど、実はすごく人生観が込められていたり、時には生き死に、人の生き死にのことだったり、内面のさまざまな悩みのことに関するものが根底のテーマにあって、それをこうユーモアと比喩表現によってすごく分かりやすく表現しているグループだなっていう印象があって、まあ、曲が出るとチェックしているんですが、今回ね、この曲「気にしない」っていう曲なんですけど、もうミュージックビデオのサムネからまたやってるなって感じがしたんですが、この「気にしない」っていうこのセンス、これはね、僕すごく、盲点だったというか、なるほどなっていう。気にしないっていうね、言葉を気にしないっていう風にかけてるわけなんですけど、人っていうのは起こった出来事、抱いた感情に対して、そこにさらに考え事を加えることで、どん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 そのマイナスなね、ネガティブな感情っていうのが大きくなっていってしまうものなんですね。この初めにあった小さなきっかけ、何かこう出来事とか抱いた感情っていうものを種とするならば、そこから自分たちで勝手に心の中で水をあげて、肥料をあげてしまって、悩み事が気になっていってるんだっていうのを言ってるんですね。まあ、それをね、うまい表現で、まさに悩みの種にばっかり水をやって、僕らは気になることっていうのを気にしちゃってるんだっていうのがリリックの中で言われていて、すごいなと思いましたね。本当にふざけたミュージックビデオなんですけど、この比喩っていうのは、まさに悩みの種っていう言葉もそうだし、そこから育って気になるっていうことだったり、比喩とユーモアと本当になんか人のこと、心の根底的な部分っていうのが綺麗に一致してて、こんなに上手な表現なかなかないなっていうふうに思いました。2人それぞれ、まあ、同じテーマでラップをしているんで、全体的に一貫して、そのまさに悩みの種を気にしないっていうことを話のね、主軸として進んでいく曲になるんですけれども、今回グッときた言葉はサンテナさんのバースで、まさにもう本当に仏教でも人の内面について、悩み事についてはそういう姿勢だよなっていうところ、重なったところをちょっとご紹介したいと思います。今回グッときた言葉はこちらの部分です。結局誰も気にしてはない、育てているのは己自身。はい、結局誰も気にしてはいない、育てているのは己自身。これはね、非常に重要なことですね。まあ、小さな悩み事を自分で大きくしてしまっているっていうのは、先ほど申し上げた通り、この曲のテーマになっている部分ではあるんですけど、座禅とかマインドフルネスっていうものがストレスを低減させていくことに効果があるっていう風に言われるのは、まさにこの部分で、私たちは今起こった出来事、それから過去に起こった出来事っていうものの中で、そこからこうなっちゃうんじゃないか、こういうことが起こるんじゃないか、もしかしたら自分はこう思われてるんじゃないかっていう、実際には起こっていないことをどん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 重ねて、その中で不安や心配っていうものだけをどんどんまさに木に育てていってしまうわけですよね。この種から育ってしまった木のことを仏教では妄想と言います。まあ、妄想と書いて妄想と言うんですけど、私たちが変えられることっていうのは今しかなくて、今どうするかを選ぶことはできるけど、先がどうなるかっていうことに関してはやっぱり思い通りにはできないんですね。その中で座禅とかマインドフルネスっていうのは、今あるこの体一つになって身を整えて呼吸を整えることを意識する、今できることに集中していくことが最優先じゃないかっていうところをやっていくんですね。まあ、ちょっとね、多少の違いはあるんですけど、だから禅の方では摩訶妄想なんていう風な言い方があって、今起こってないことに気をもんで、あれこれ悩んで、今をおざなりにしてしまったら、この先いい方向に行くわけないじゃないか。今を大切に、今に集中していくことにこそ、今頭の中にあるネガティブな未来とは違った自分にとってのポジティブな未来が待っている可能性があるじゃないかっていうふうに考える。
ですね。まあ、今やここに集中しろっていう言い方だけで言うとシンプルなんですけど、人間でそうは簡単にはいかないので、誰でもすぐにあ、じゃあそうしますっていう風なわけにはいかないかもしれないんですけど、一つ自分の悩み事と向き合う時の仏教的なコツとして、今ある事実と自分の中で描いてしまった妄想の部分、これをある程度区別するっていう癖をつけると、悩みとか不安に対しての向き合い方はだいぶ変わると思います。あの人がもしかしたらこう思ってるかもしれない、この先こういうことが起こるかもしれないの客観的に事実としてある部分と、どこからが自分が描いてしまった妄想の部分なんだろうかっていうところをある程度ちゃんと区別する、事実と主観っていうものを分けて考えることができるとかなり楽になる部分ってあると思うんですね。怒りなんかもそうなんです。実際に怒りが湧いた時に、相手がしたこと、相手が言ったこと、起こった出来事と自分の主観とか自分の気持ちっていうところがどういう割合になっているかっていうふうに考えるのは、意外と自分にも少なからず思い通りにしようとしてたとか、自分勝手な部分があったなって気づくきっかけになっていくので、人間は無意識に悩みの種を木にしてしまうことはあるし、これを全くしないっていうことはできないんだから、どこからが自分で育てちゃった木なのかなっていう、種はわずかなのにそこから育っちゃった部分はどれだけあるかなっていうところを観察するっていう癖をつけるだけでも随分心の持ちようは変わると。なので、そういったちょっと仏教的な考え方からしても、悩みの種を気になる気にしてしまっているのは己自身であるっていう自覚の上で自分の内面と向き合っていくっていうのはすごく重要だし、これをこの表現の仕方をした寿司ボーイさん、そしてサンテナさんはやっぱりさすがだなっていうふうに思いました。ということで、今回ご紹介したのは寿司ボーイズで気にしないから結局誰も気にしてはいない、育てているのは己自身という言葉をご紹介しました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、高評価ボタン等々よろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。